さあ、続きまして、これは京都府はラジオネームさわちんさんからいただきました、はい、あっぱれ月曜の皆さん、こんばんは。こんばんは。僕は最近学校の時にお世話になった先生、うん、すなわち恩師のことを考えてしまいます、うん、その先生は高校の時の先生です、うん、男性の先生です。その先生は熱血教師で曲がったことが大嫌いな先生でした。いろんな話をしてくれて、モノマネも上手な先生でした。あっぱれ月曜の皆さんは恩師の先生はいますか、ということです。お、覚えてる先生、あの人のおかげでみたいな、うん、どうなんやろうな。海抜世代やしな。そうやね。厳しかったってことですか。厳しかった。二十歳になったらみんなで集まるんやって言って、高校3年生の時の先生に言われてて、うん、電話かかってきたけど無視したもんな。無視。二十歳の時無視した。俺だけ来えへんかったらしい。うん、私、あの点数を対抗あのし合った先生もいます。あの理科の先生で、中学生の時だったんですけど、あの本当にその時負けず嫌いで、絶対に100点が取りたかったんですよ、毎回。でもう一人同じぐらいこう頭のいいというか勉強する子がいて、一緒に100点取りたくて情報を集めながらやってる子がいて、二人には絶対100点取らせないって言って、すごい対抗しながらそれの先生がいて、その先生のおかげで理科が好きになったなっていう、結果、いい先生だったなっていう。ほんま結構いい先生やな、はい、すごい、まあ、いましたね。へえ、恩師や、ね、そう、恩師です ね、 ね。うちの水谷先生なんじゃない。あ、水谷先生、水谷先生面白かったな。どう面白かったんですか。なんか教え方が変わってたのよ。そのインパクトで覚えろとか、その言ったらなんかあの言い方で覚えろみたいな感じで、理科の先生やって、O が酸素、はいはい、元素記号で O 酸素の覚え方が、O 酸素、いや、俺まだね、その言い方、ほんまにその言い方、O 酸素言うてみーって言って、一列言われんねん、ずっと言わされんねん、O 酸素で座んねん、O 酸素、 O 酸素、 O 酸素、違う、 O 酸素や言い方、忘れそうですけどね、覚えてんの俺未だに。覚えてるわけじゃないから。覚えてるってことはすごい。じゃあこの列、 H スケベ水素、はいけH スケベ水素って、 H は水素、ね、一旦スケベ入れよう、うん、それを女子の列に言わしたいと思う。H スケベ水素、H スケベ水素、FE、フィテツ、フィテツだったな、フィテツって、それって思いながら、もうやっぱ覚えてるもんね。でも覚えてるんですよ。光合成、光合成のこと覚えろって、うん、水と日光と、うん、で澱粉と酸素ができるみたいな。そうそう、水にこてさん、はいウェイ、無理やり水にこてさん、水にこてさん、水にこてさん、無理やりこてさん、でも水にこてさんを書けばなんとなく分かってくるってことですね。水と日光で澱粉と酸素ができる、フレーミングの左手の法則なんか電磁力なんでしょ、あれ長い方から、はいはいはい、電気と磁力と力みたいな、はいはい、でも俺らの時ウージーデンやったで、ウージーデン、短い方からウージーデンって、そうそうそう、ウージーデン言われてるインパクト、まあ、でもだいぶ残ってるってことですもんね。だいぶ残ってるってことは人気そうですね、その先生。そうなのな、ね、うん、変わった教え方やったけどね、全部黒板にブワーっとその日に言うことを書いて、うん、で一旦先生ねんねん、変えたけーって言って先生ねんねん、晩書時間、晩書時間ねんねん、変えたなって言って、でそこからそのずっと書いたところを説明していくっていう。あ、いいですね、なんか、A 先生やったな、でもな A 先生ね、理科がハマったもんね、あの先生関係ぐらいじゃない、もうそれから会ってないですか。会ってないね、中学出てからは、会ってないな、じゃあもう何十年も、でも覚えてるってことはいい先生、ね、いい先生ですね、名前まで、勉強面で。僕サッカー部だったんですよ僕、中高で、全然もう言ってないですけど、全然イメージないね、ない、そうなんですよ、実は本当にすげえ言うの恥ずかしいモテようで履いてたし、体育会系や、バリバリ体育会系、文化部丸出しの可愛いのにな、やめろ文化部か卓球部でしょ、そう、僕のその先生が全日本の10番だったんですよ、ユースの、すごい、で教えてる先生がもう顧問が一番うまいんですよ、とにかく50メートル先からもう50センチぐらいの枠のところ
もう寸分たかわずそこにスボーンって全部決めて、わーさすがやね、めちゃめちゃうまいんです、うん、でそのうまさでもうみんな一個下はインターハイ出て、僕らは県大会16かベスト4ぐらいまで行ったんですけど、うんうん、まあ、僕はずっと補欠だったんです、でベスト4まで行ったけど、ベスト4まで行ったんですけど、うん、で最後の試合の時に、うん、じゃあもう負けてきちゃったんで、最後3年生はお情けで出されて、うん、あるある、はい、うん、で佐藤っつって、お前左のあそこバックをあいつを抑えろとか、うん、で、田中、お前はフォワードでオフサイドトラップ狙いながら点数狙えっつって最後に、うん、はいっつって、もうみんなこれが最後だからもう涙こうバーッと出て、うん、タクっつって最後、あ俺どこだろうと思って、うん、肩もめっつって、この流れで言うかねと、俺はもうそこで本当泣きながら最後肩をもって、すごい話、苦い思い出。まあだからそれ以来サッカーやってるなんて一言も言ってないです。バカン。したやな。そうですね。いやでも封印するな。はい。いい先生でしたけどね。本当に。どこがやねん。一生恨むぞ。いや本当試合中に。試合の時の。なんとか、はい。そうなんやな。はい、うん、